2023年6月のラジオスタジオ75スモールサークルオフレンズの東力と久月です。スモールサークルオフレンズアルバムセルからニュータイプ。スモールサークルオフレンズでニュータイプでした。はい、はい、ちょうどこれニュータイプを一曲シングル的にリリースしたのが、うん、7月でした。2021年の7月か。7月、うん、8月、まあ、7月、うんうん、忘れた。でも夏ね、うん、ね、うん、そこから始まったんだよね、うん。その時には、うん、そのもうマスタリングも終わってて、うん、アルバムタイトルもセルって決まってて、うん、覚書みたいなことまで書いてたような記憶があるから、うん、いつでも出せますよ的に。いやもうキャプションとかもちゃんと書いて、うん、書いてて、うんうん、さあどうしようって思って、うんうんうん、で今ちょうどね新しいアルバムのタイトル、うん、どうしようかっていう話し合いを続けてるんですけど、うんうん、まあ曲のタイトルはね、うん、なんだろう、曲が持つテーマとかがあるから、うんうん、意外とね、
まあそれに即した名前になっていくんだけど、それをまとめてアルバムとしてパッケージしたものの名前っていうのってちょっと難しいよね。そうね。でまあそこで自分たちがさ、今までどんなアルバムタイトルつけてたかとかって確認し直すんだけど、うわこれってよく考えたなとか、よくこのアルバムタイトルつけたなっていうのが多くて、まあそれに近づきたいっていうか、僕が最近すごいなと思ったのが一日中っていうタイトル、まあ、これさつきさんがつけたんだけど、五感とか、感じにした時の、そうね、グラフィック的にも、でももう意外となんかこう網羅されてるっていうか、まあ、その時もそういう風に思ってるんだけど、こう後々ずっと今思えば意外と本当にあもうパワーがある言葉、だったんだなっていう、まあ、あのつけてしまえば、そういったものになるわけだから、そうだね、その何でもいいとは言わないけど、なんかそこにあまり力を入れすぎてるもんね。そうなんだよね。そう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 。そうなんだ。なんかね。でまあ一個前のアルバムがセルで、じゃあ今回どうしようかなっていうのを今ね二人で、考えてるんですけどね。考えてますね。うん。5月に行ったライブの話をしたいと思います。はい。5月5日、二子玉川のライズで、太陽と星空のサーカスに出演しました。はい。出演しましたよ。もう一月半以上前だから。そんな前なんだ。何でも飛んでくる。結構前だなと思ってて。本当だね。まあでも思い出してみると、風が強い日でも、まあ晴れてて。晴れたよね。すっごい気持ちよかったですね。まあインスタグラムに相撲さんのショートムービーで何枚か上げてるんですけど、青空で。で、まあ4年ぶりにそこでライブやったんだけど、まあ今回の方がリラックスして。そう、リラックスして落ち着いて。楽しんでできてる、ね。いや、もう本人たちもすごい楽しかったし、前回がね、ちょっとね、もうおかしすぎたから、いろんな意味で。前回よりもちゃんと集中してたし、バタバタしてるしね前回、まあ久しぶりの人も多くて、まあジョゼさん曰く、あの4年前の時よりも音も良かったって。あ、そうなんだまあライブやっててちょっとまあ横とか後ろとかを見ればみんなこう座って普通に過ごしてて、音楽僕らの方聞いてるのか聞いてないのか分かんない、まあ、聞こえてはいるんだろうけど、普通にご飯食べたりとかしてるわけだから、まあ集中力も途切れそうなものだったんだけれども、そんなこともなく自分の歌には集中して、まあ、なおかつ周りの人が楽しんでる姿も、まあ見れたっていうか、見ながら歌えたっていう感じがあるよね。で、まあ、その日かな、その日終わって、久しぶりに会った人たちと、本当久しぶりに夜、ご飯食べ行って、でまあ僕らもね、その片付けしたりとか、まあ疲れてたりとかするんで、僕らの最寄りの場所まで来てもらって、ご飯食べたんですけど、そういうのも久しぶりだったからね。東京では久しぶりだったな。そのお店がさ、まあ焼き鳥屋だったんだけど、そこでは何回かその持ち帰りでは店頭でさ、ショーケースでね、ショーケースであって並べてあるんだよね。そこで何回か買ったことがあって、焼き鳥を、そうはあったんだけど、お店の中には一度も入ったことなくて、びっくりしたねこんな広かったんだみたいななんかイメージだとこじんまちっこいお店のイメージ的にはね、表から見るとこう間口がね狭いから狭い、でもすごい縦長だったんだよね。びっくりしました。奥行きがすごくて
まさかまさか5月9日、はい、下北沢のリブハウス、はい、ナインパーティーにライブ出演しました、はい、3月だったかな、うん、2月か、うん、クールGさんの、うん、主催のイベントで、うん、リブハウス出て、うん、でまあ2回目だったんですけど、うん、ナインパーティーというのは毎月9日には必ずやってるのかな、うん、やってるみたい、ね、でもなんかライブバージョン、ライブの回と DJ だけの回とみたいなのがあるみたいね、うん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 、久しぶりにエヴァンソン北村さんと共演で、うん、何15年ぶりとかだったかな、そうだね15年か、うん、でもまあなんだろう、会ってしまえばそうなんだよね、うん、お互いそんなやってることも変わってないっていうか、その日はですね、他に我々以外にも2アーティスト、うん、椎根遥さん、ゼン101さんというね、2つのアーティストと、まあ、計4バンド、4バンド、4アーティストでやりました。久々、うん、対バン。だ意外とスモールサークルフレンズ、うん、なかなかこう、いわゆるライブイベントって出てないんで、うん、出てないね。だからそういう面でも新鮮でしたね。うんうん。うん、あこの順番にこうリハやっていってこう、うん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 、なんていうの？逆リハでみたいな。逆リハ。うんうん。ライブはまあいつも通りやったはずなんだけど、うん、座ってやればよかったなとは思った。そうそうそう。うん、ちょっとねあの日はね今思ってもちょっと落ち着いてないんだよね。うん、なんとなく。なんか、うんうんうん、まあね、多分、うん、その、まあ今、東さんが言ったように、久しぶりに、たくさんの、そういう、まあ、バンドが出て、うん、で、その時はね、そんな風に思ってないんだけど、後々ずっと考えてみると、ああ、あんまり落ち着いてできてないなっていう感じはあったよね。うん、うんうん。その日、リハ終わって、うん、まあ時間があったんで、うん、そのリブハウスの近所を散歩してたんですけど、うん、下北散策したね。あの我々が好きなスペリオリティバーガーも閉まってたし、うん、まあでもたまたまね、その前を通ってみたりとかしてでなんかあのまあ実はなんていうの、その前にちょっと調べて、でちょっと出張であのアメリカ行ってきますみたいなこと書いてあって、ああ行ってしまってるとか言って、うん、っていうことを知った上で前を通ったらこれから行くみたいな感じでみんなで寄ってあったんだよね。それちょっと面白かった、うん、そのまま登って行ってたら、うん、ボーナストラックって場所、うん、ボーナストラック、初めてちょっとそこ行って、うん、本屋さんとか覗いて、うん、ああこんな風になってんだここらへんとか思ってまあその下北がまあ、どんどん変わっていくのは、うん、このその3年で、うん、あのニュースとかで、うんまあ、見たりとか、してたんだけども、うんうん、でそこで なんかイベントしたりとか、うん、し始めましたっていうのも知ってたんだけど、うんまあ、なんか行ってみるとあこんな風になってるんだみたいな感じで ね、うん、そうね、ちょっと面白かったね。あそこにチクテカフェがあって、うんうんうん、昔ねでこっちは線路だったよな、うん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 、で結局線路上でしょあれも。そうね、そうということよね、うん、うんうんうん、 B&B、うん、本屋さんね、好きでよく行ってて、うん、あそこの駅の近く昔はねだったんだけど、うんうん、亡くなってどこに行ったんだとか思ってたらここにあるとか、うん、あこうなってんだと思って、うんうん、じゃあちょっとまた改めて下北沢遊び来なきゃなと、ね、うん、なんか面白いカフェとかご飯屋さんとかあったね、あったね、タイ料理とか。5月27日、はい、長野県の上田市、はい、信州国際音楽村にて、はい、サニー音楽の村というイベントに出演しました、はい、それで5月26日、はい、前の日に上田市に入って、はいはい、初めて行くところだなと思っていやもうね全然初めてだと思うし、うん、まあ
もう長野の思い出っていうと、タイニーガーデンフェスだったっけの、イベントで無印良品の、うん、キャンプ場でイベントあってた、うん、そのくらいの思い出しかなかったんだよね、うん、そうだよね、うんうん、でまあ上田駅に降り立ってみたらば、うん、ここ知ってるって言ってまあ要はそのアーバンリサーチ主催のそのタイニーガーデン、うんうん、その時の話だもんね、うんうん、出演した時に前日にその日も前乗りしたんだよね、上田市で滞在してたっていうのを思い出して、うんうん、あ知ってる知ってるここってなったっていうね来たことあったびっくりしたね、うん、でもその時は上田市について下調べもせず、うん、いやいやもう泊まる場所として、うんうん、今回はねそれはもう前入りするならばと思っていろいろ調べました、うん、そしてねいろいろ調べた結果、うん、あそばの町なんだなっていうことが分かって、うん、でそばを食べに行きました。上田市のおそば屋さんが軒並み結構閉まるのが早いっていうのが分かって、そうだね、うん、でもその中でギリギリ僕らが行けそうな時間までやってて、うん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 、でちょっと評判の場所はどこかなって言ったら、うん、刀屋さんっていう、うん、でもすんごい有名な場所だったんだよ ね古くて、うんうん、でそこに行きましたね、行きましたね、はい、まあ、その時の映像も SCOF75 のインスタグラムに上がってますね。上がってますけど、東さんが美味しいお酒を飲みながら、うん、お母さんがお蕎麦を2枚持ってくるところのちょうどその場面が映ってるっていう、うん、驚愕のシーンですよだからね、だから、まあ、まあ言ってしまえば注文を失敗したんですね、間違っちゃった。いやでもね、うん、その前に見てたよね、うん、そのサイトでさ、いやもうそうです、でここ大井で有名だよねって、まあ、で、うん、でしかも残さないでくださいねみたいなことを書いてあるし、うんうん、だから残さないでくださいね、もう書いてあったよ、うん、で大井ってことの情報はきっちり入ってるんだよ、入ってた、うん、で写真も見たんだけど、うん、結局普通っていうのを頼んだんですね、2人ともそれぞれ普通、うん、まあいわゆる普通、うん、うん、それは小中普通大、そうなんだよ、だから量的には2番目の量なんですよ。でもね写真でね、しつこいようだけど知ってたのよ、うん、知ってた。でお母さんが注文の時に、うん、2つくださいって言った時に量知ってますかって、うん、その時に念問されたんだよね、うん、で私は知ってたから、うん、はい知ってますって言って頼んだのね、うん、それは失敗でした。まあね、うん、やっぱり食べれると思ってたんだけどとんでもなかったね。だから僕は一番少ないやつを頼まなきゃ、一番少ないやつを頼まなきゃとは。そうなの、うん、そうだったの、うん、全然なんか私普通で食べれると思って、うん、だから小って言わなきゃいけないところを、うん、普通って言っちゃって、うん、まあ美味しかったんだけど、うん、あすっごい美味しかったね、うん、でも途中ぐらいから、うん、なんかちょっと試合になって戦ってゲームになってきて、あでも天ぷらも野菜がすごい美味しかったね、うん、そうね、だからね次はねもう本当に味わいに行きたいですね。そうね、うん、普通盛りを僕は全部食べて、うん、まあ天ぷらも食べてて、うん、さつきさんの分もちょっと、うん、食べたよね。もうそれ以降何にも入らなかったね。ちゃんと夜まで持ったよねお腹持ったね、うん、大丈夫だったね、うん、よかったよ。なんかコンビニで塩大福みたい な、うん、なんか甘いの食べたいとか、うん、買っては見たけど、うん、もう全然入らなくて、ね、いらなくて、うん、それは次の日の朝食ぐらいまで影響があって、うんうんうん、そうルヴァンにね、はい、朝ごはんを食べに行ったんだけど、そうですね、ライブ当日、うん、5月27日は、うん、ルヴァンに行って、まあ、それ、うん、富ヶ谷にもある、富ヶ谷が本店なのかな、うん、多分ね、そうだよね、うん、それの上出し支店に
でまた駅まで戻って30分ぐらい歩いて、うん、もう何がびっくりかってさタクシーがいないのね。タクシーが全くいないの上田市、交通手段が会場までないから、うん、だからまあもうタクシーが一番いいかとか言って、まあ、ある意味観光地って思ったけど全く通らなかったね、うん、でもう駅まで行ったら絶対駅でタクシーはあるだろうってことで、うん、もう結果駅まで歩きましたね。まあそういうことがあって、うん、会場の信州国際音楽村、うん、まあすっごい気持ちいいところで、むちゃくちゃ気持ちよかったね、うん、まあ、SCOF75 のインスタグラムでも、うん、その様子が映ってると思いますけど、写真撮ってもらったからね、うん、うん、でそこでまあ天気も良かったし、うん、まあ5月9日の時の座った方が良かったねっていう反省点もあるから、うんうん、椅子を急遽用意してもらって、うん、まあでもパイプ椅子みたいにしかなかったから、うん、でも何でも良かったんだよね。何でも良かったよね。でも逆にあのパイプ椅子はね、うん、私的には良かったね。安定してるよね。そう、低い、むちゃくちゃ安定してるし、うん、まあ要はカジュアルなので、うんうん、まあいろいろ心配しなくてもいい。そうだね。変にスールとかさ、うん、ちょっと高いのとかさ、うん、グラグラして心配みたいなこととかも全然なくて。そうだね。まあ、もうすごい良かったね、うん。私たち以外はみんなバンド、本当にドラムのいる、うんうん、ベース、ギターとかっていう、うん、そういうバンドなんだけどね。うん、やりやすかったね。なんかね、ものすごくやりやすかったんだよね。ずっとゆらゆらしながら歌ってたんですけど、うん、だんだん。僕らの時が一番日差しすごかった、ね、そうすごかったね。ちょうど真上から傾いてきた頃なの で、うん、ね、で私たちが終わった後はもう影になるところだったので、そうだよね。もうすっぱーんと顔に二人とも当たってたね。そうだね、あっちいいと思いながら、もうあっち焼けるとか思いながら日陰の女とか思いながら、うん、マイケル・フランクスでサンデーモーニング・ヒア・ウィズ・ユーでした。はい、はい、マイケル・フランクスのパッション・フルーツというアルバムからでした、はい、素晴らしいですよ。まあね、このアルバム聴いてるとベニー・シンクスそう言わない約束かもしれない、うん、逆なんだけどね。いやでもいいのかな、ベニーは喜ぶかな、うん、じゃない。でもね、あの会った時私マイケル・フランクスの話もしたんだよね、うん、で、私もすごいマイケル・フランクスファンだから、うん、あのファンだっていう話をして、うん、で、あのベニーが好きなことも知っているっていう話をしてた、うん、ものすごく喜んでて、そのマイスペース時代のベニーのフェイバリットアーティストで、うん、マイケル・フランクス、うん、J ・ディラ、うん、書いてある、ね、って書いてある、ね、うんうんうん、うん、そうなんだ。ずっとマイケル・フランクスの話をよくしてるからね、彼自身もね、うん、でも本当1枚目が多分一番好きだけど、うんうん、うん、アート・オブ・ティーン、ね、うん、でもなんで好きかなと思って、またクルセダーズがやってるからかなとかって思ってたんだけど、
でもまあそうでもない、時代の音、その時代の音だからかな、うん、だから要はね、やっぱりなんかこうそこから一枚一枚ずっと弾いていくと、やっぱちゃんとなんかこうあのマイケル・フラックスってその時代時代の音がしてるんだよね、うん、そうね、シンセの音色とかリズムマシンの使い方とか、ね、うんうんうん、そうだよね、その頃の音楽っていうか音質が好きなんだなっていう、うん、これもなんかもう実は変わんないしね、ずっとのマイケル・フランクスの声だしね、うん、うん、でもあのパッションフルーツはあのいろんなアーティストがもうすごいいっぱい参加していて、うんうんうん、アストレート・ジルベートが一曲参加してる曲があって、この間ジャイルスがアストレート・ジルベートの追悼番組をやってて、うん、それでなんかのマイケル・フランクスをかけてて、嘘、歌ってたとか思って、うん、見たらコーラスにいたっていうね、うんうんうん、でアストレート・ジルベルトのサイトに行くと彼女がいろんな人と一緒に写真を撮ってるあの、うん、そのショットをこう載っけてんだけど、まあ、マイケル・フランクスと一緒に写ってるやつとかあって、うん、そうかとか思って、でもそんななんかあのアストラド・ジルベルトの声みたいな感じにはしないなと思ったら、うん、ね、目立つ感じではなくてね、何人かの一人だった、うん、そうだね、バッキング・ボーカルズの一人でしたね、うんうん、80年代のこの辺の音使いとか好きな時代の音ですね、うんうんうん、そうね、あの80年代だからってあのシンセの、 あの音質がちょあんまり好きじゃないなっていうようなのは、うん、あのなんていうのかな、曲自体が良かったりとかしてもちょっとがっくしってなったりするんだけど、うんうん、だから常に新しい音をみんな欲しがってて、うんうん、より新しいなんかこうフレッシュなものを、うんうん、でちょうどそれに合わせてこう、うん、リリースされて、うん、DX7 みたいな、うんうん、バーンとみんなバーンこれ新しい、うん、みんなそれ使うって感じだったのかな、うん、そうすると時代の音になっていくっていうね、だもうそういうのって最近ないんじゃない、うん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 、そういう機材の音が時代の音になるみたいなことって、うんうんうん、今ずっと考えてるんだけどないかな、面白いね、うん、そう思うと AI にその80年代のシンセっぽいって言って入れたりとかすると、うん、もうきっとそんな感じに、一番もしかしたら時代的にはアルゴリズム作りやすいかも ね、シーズンごとにリスモサというね、うん、シリーズを進めてるんですけれども、うん、はい、今回また新たにリスモサ並んでます、うんうん、そうね、今日は、6月の、まあ、18日なんだけども、15過ぎたぐらいに、夏の、はい、まあ、梅雨が そろそろなんか来たなっていう時に、うん、夏のリスもさ、夏用をあげようかなとかって思ってて、はい、用意していた T シャツとか、うん、あと長袖のボーダーとか、ボーダーシャツっていわゆるバスクシャツって、うん、あの私のイメージでは夏なんですよね、昔から長袖なんだけど、やっぱりあのイメージ的には、夏の T シャツなんで、うん、それとあとショートパンツを、うん、カートにアップしました。バスクシャツ多分あれで最後なんだよね、東さんが持ってるので、うんうん、もう普通の、やつはもうソールドし、すでにソールドしてたので、うんうん、であと個人的に一番最初の、バスクシャツ7号クローズを始めるきっかけになったのがあのボーダーバードっていう、テキスタイルなんだけど、うん、あれのサンプルで一番最初に1枚だけ作ったのを東さん今持ってるんですよ、うん、それが最後の最後、うん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 、
まあ、いつか出すかな、うん、リスも出す、うん、って思ってるけども、まあその後のやつを2つ出してで、うん、T シャツとショートパンツ。ショートパンツはね、東さんのねサイズなんでね、うん、うん、そうですね、うん、リスモサはそうですよね、うん、まあ半年とか、うん、半年、まあ1年に4シーズン4シーズンぐらいの、うん、イメージでずっとリスモサを、はい、まあ、サツキ版と東版、まあ主に東版の方が多いんですけれども、リユースプロジェクトで、出しているので、ぜひスモールサークルのサイトのカートを見ててください。そろそろおしまいの時間です、どうだろう、これからますます暑くなるしかないよね。いやもうそれはそうでしょう。夏あれ夏至っていつ？もうすぐよね。もうすぐだよね、うん、日照時間が長いのは、まあ30年前40年前に比べて、40年前か比べて10度上がってるっていうからね、うん、一番夏の最高気温がね。そうですよ。ちょっとざっくりした情報でしたね。いやいやもうね、みんななんか逆にね、情報は自分でググって見ると、うん、えっていうふうに分かる。ただなんか変な情報にたどり着くとね。うん、まあそうなんだよね、うん、難しくはないんだろうけど、なんかこうがっかりくることがある、ね、もうがっかりくるよね、うん、ほんと、うん、まあがっかり来ないようにみんな楽しく毎日を暮らして、はい、はい、行きましょうという感じでお送りしました、はい、ラジオスタジオ75スモールサークルオフレンズの東力とさつきでした。また来月。あっちー。